東京大宮宮は、東京都千代田区富士見二丁目にある神社、天寺寺高大臣、豊池大臣を主催神とする。1880年4月17日、有楽町の大熊重信屋敷跡に落成した、高大宮宮、遥香拝殿が起源であり、一般には、日比谷大宮宮もしくは、日比谷高大寺院宮と称された。 明治政府の宗教政策転換により神宮寺長と神宮教員が分離すると後者に属していた本神社は大神宮祠、ら神宮法裁会本院と幾度か解明した。1900年5月10日、明治天皇皇太子の結婚式が九中三殿で行われる。これを記念に神前式結婚式を創し、現在に伝わる神前結婚式となった。 1923年9月1日の関東大震災で被災し、1928年に現在地に移転して、飯田橋大宮宮と呼ばれた。太平洋戦争終結後の1946年1月、宗教法人東京大宮宮に改称し、現在に至る。天照公大臣、豊ユ大臣を主催神とする。雨のノミ氏の陣、高見むすひ人、 神五三層日神、山と姫の命を愛とのに祀る。明治五年に開設された神宮寺町東京、出張所には、明治天皇の直祭を仰ぎ、伊勢神宮の分娩が祀られていた。翌年、その校内に、東京神宮教会が開設された。両所にあった神殿を継承して、明治十三年四月十七日、有楽町の大熊重信屋敷跡に落成した、郷海和宮、 はるか拝殿が当社の起源である。これは当時の明治政府が目指していた再生イ致チ、大京宣布の一環として作られたものであった。本神社落成時、通りを隔てて中山忠康邸があり、前年12月7日より明宮義人新王が生活していた。4月25日、民軍新王は中山忠康、中山慶子大木町実徳、 柳原愛子等と共に、日比谷広大神宮を私的に参拝した。なお中山忠康邸には、病弱だった民宮神皇の健康を祈り、出雲大社より、大国主の分裂も祀られていた。明治15年1月、明治政府の方針転換により、神社と宗教活動は分離することとなり、伊勢神宮でも神宮寺長と神宮教員を分離することとなった。 公大宮宮、遥か拝殿は、神宮教員に属することになった。同年5月、神宮教員が、神道神宮派に解消する際に、当社も大神宮祠と解消した。一般には、所在地名から、日比谷大宮宮や、日比谷公大神宮と呼ばれていた。明治18年3月23日、民宮神皇は、有楽町の中山忠康邸から赤坂御用地。 青山御用邸内に新造をされた民宮御殿に移転した。その後も幾度か中山忠康邸を訪問したが、その度に日比谷高大神宮に参拝している。明治32年9月、神道神宮派が解散して新たに神宮法裁会が作られ、当社は神宮法裁会本院と改称し、神宮法裁会の本部機関となった。なお、三重県宇治山田市には、 神宮教員大本部が置かれていた。大正12年の関東大震災で社殿を消失する。昭和3年、現在地に再建、潜座して、以降は、飯田橋大宮と呼ばれるようになった。上日のように、第二次大戦以前は、神社という形ではなかったので、社格の指定はない。ゆえに、宇治子地域も存在しない。第二次世界大戦後の昭和21年4月。 宗教法人東京大宮宮として再発足した。日比谷大宮宮での結婚式日比谷大宮宮は、明治13年、有楽町の大熊重信の部屋敷跡に落成した、高大和宮は春か拝殿を起源とする、32年、神宮笹ぐ人と司会本院と会唱。神前結婚式の創設と普及活動を行い、現在の神前式の基礎を築いた。 関東大震災後は、飯田橋大宮宮とも呼ばれ、戦後は、宗教法人東京大宮宮として、再発足した。日比谷大宮宮のご神前にて結婚の式を挙がる。おいおいにやるぜも東京名物の一なるべしと、記載あり、塗装飾りの絵あり。東京市麹島地区有楽町三丁目二番地、神宮佐久一市へ本院と記された紙偏が、書き写されている。 清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、日比谷大見和枠での結婚式より抜粋東京、大神宮、松屋サロン明治石二号の近代日本でも、キリスト教方式の結婚式が行われていたが、皇室や神社への信仰心の影響により、神前結婚式が行われるようになった。だが、この動きは、統一的な運動や方式ではなかった。また、 明治維新以前にも、武家社会や新官家での作法として、あるいは、出雲大社方式の新善結婚式が存在したが、全国的な広がりはなかった。神宮法裁会時代、本神社は、教会事業として、新善結婚式の創設と普及活動を行った。新聞記者で、随筆家の大場加工は、高木金広男爵が、 日部屋大宮宮で始めた後の説を唱える。明治33年5月10日、明治天皇第三王子の明宮義人親王と九条公爵家令ー城の九条節子との結婚式が九十三殿において取り行われた。皇太子夫妻は続いて伊勢、京都地方へ行刑5月25日には伊勢神宮に参拝して結婚を報告した。 神宮法彩会国礼修行部は吉人新郎と、節子妃の結婚の儀を基本にして、神前結婚の儀式を創設し、翌明治34年3月3日、当社において模擬結婚式を開催した。その後改良を加えた、神前結婚式のスタイルが、法彩会各県本部、各支部によって全国に広められ、定着していった。今日、神前式として行われている。 結婚式は、神宮法送会が創設したものが元になっている。現在、同神社での神前結婚式及び、披露宴については、松屋の関連会社である、アターブル松屋が運営しており、東京大神宮松屋サロンの名称を用いている。東京大宮宮は、縁結びの神社として、若い女性を中心に、多くの参拝者を集めている。パワースポットとして、 たびたび女性誌で紹介されたことや、2008年に、婚活という言葉が流行した際にほぼすべての在京テレビ局で取り上げられ、宮崎葵が番組中で参拝し後に、ここで挙式したことを受けて参拝者が増加した。朝日新聞の取材によれば、対案の日を狙って参拝し、同日から婚活を始める女性たちが多いというが、お日柄や天候に関係なく、 平日でも多数の参拝者が訪れ、時には長い行列ができる。東京大宮宮では、スズランの形をした縁結びスズラン守りや恋愛のアドバイスを記した恋、みくじなどを反布している。境内のハートマークの装飾やご神木の画像を待ち受けにすると恋愛成就の効果があると言われている。ありがとうございます。